はい、皆さんお疲れ様でございます。急増と申します。いつも動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今回からですね、ファミコン探偵クラブ消えた後継者の、任天堂スイッチのリメイク作品を進めていきたいと思います。ちなみにですね、僕はディスクシステムで発売されましたオリジナル版がもう大好きでございまして、大好きなファミコンタイトル10個あげなさいって言われたらですね、この消えた後継者はもう絶対入れるぐらい好きなゲームだったりします。で、ですね、どうやったら効率的にゲームが進められるかとかですね、大体わかるんですけども、実はですね、このリメイク作品遊ぶのがもう今日初めてでございまして、どうやったらですねクリアできるのかっていうのもちょっと手探りになりまして、いろいろですね寄り道しながら、じっくり遊んでいきたいと、思っております。じゃあ調査再開かな。そっか、オリジナル版ってですね、漢字とかが全然なくてもうひらがなとかばっかりだったんですけど、これ漢字が入るからいいですよね。さてさて。おい、君、どうしたんだ？あ、そうなんです。この作品はですね、フルボイスでございまして、ただですね、僕、声優さんの知識浅くて、野沢雅子さんとか、日高のり子さんとか、神明さんとかわかるんですけども、最近の声優さんわかんないもんで、ご容赦いただけますと幸いです。大丈夫か？聞こえるか？あ、すごい綺麗ですね。声が聞こえる。そう、主人公がこう倒れてスタートするんですよね。お、気がついたか。しっかりするんだ、君。僕はどうして、ここは一体どこだ。僕は誰だ。記憶喪失なんですかね。君、ちょっとしらばっくれながらやりますけど。何もわからない。そっか、名前もわからないんでしょうね。誰だ。これはどうなるんでしょうね。楽しみですね。次に目が覚めた時、僕は助けてくれた男性の部屋にいた。この男性は誰なんだ。災難だったね。でも無事でよかったよ。私はアマチというんだ。よろしく。天津さん、こちらこそよろしくお願いします。助けてくださってありがとうございました。なるほど。いいんだよ、当然のことをしたまでだ。私は一人暮らしだから気兼ねなく過ごしてくれ。天津さんは一人暮らしなんですね。で、ここが天津さんの部屋と。僕はどこに倒れていたんですか。私がちょうど宇中身の崖のそばを通りかかったら、道端の草むらに君が倒れていた。どうも崖の上から下の草むらまで落ちたみたいだな。ああ、落ちちゃったんですね。それで記憶喪失になったのかな。反対側は海になっていて、人も滅多に通らないそうだから不幸中の幸いだったよ。なんか危なかったですね。そうでしたか。本当にありがとうございます。それよりも何か思い出せたかい。いえ、何も。なるほど、これ記憶がどん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 戻ってくるのかな。何、焦ることはないよ。何かきっかけがあればすぐに思い出すさ。ちなみにこの町は大里市というんだが。大里市。どうだい、何か引っかかることはあるかい。いえ、特には。もう全然主人公を思い出せないんですね。記憶喪失になっちゃって。あ、これでコマンドが選べる。あ、なるほどね。聞く。じゃあ自分のこと聞こう。どうも崖の上から下の草むらまで落ちたみたい。なるほど、天津さんのこと。力になれることがあるかもしれないから、いつでもおいで。相談に乗るよ。天津さんって優しいですね。めちゃくちゃ優しいな、この人。見る、調べる、自分の体。事故の時のものかな。頭に怪我をしている。あららららおそらくそうだろう。もしかしたら
頭を打ったショックで記憶を失ったのかもしれない。とりあえず宇中身の崖へ行けば何か思い出せるかもしれないね。宇中身の崖か。あ、増えましたね。増えるとこれ黄色の何かね、塗りつぶしというかフォントが変わるのかな。移動する事故現場。僕、宇中身の崖へ行ってみます。そうか、気をつけて。困ったことがあったらいつでも来てくれ。相談に乗るよ。あ、天地さんいいですね。何でも相談しよう。天地さん、本当にありがとうございました。行ってきます。さあ、これで、崖ですよね。グラフィック綺麗だな。ここで天地さんが僕を助けてくれたんだ。いや、これ上の崖から下に落ちるって結構なもんですよね。これよく死ななかったですよね、主人公ね。寂しげな波の音が聞こえてくる。事故現場。天地さんの話だと僕はこの辺りに倒れていたってことになる。随分寂しい場所だな。波の音しかしない。なんで主人公来たんでしょうね、ここにね。何か聞こえた。なんか聞こえた。なんか聞こえましたかね。空、崖、調べられるのかな。崖の先端。先端が海に突き出している。あそこから落ちたら海へ真っ逆さまだろう。危ないね。先端が海に突き出している。崖、崖の上からこの草むらまで 4,5 メートルぐらいはありそうだ。あ、まあでも 4,5 メートルなんだ。もっと高いと思った。10メートルぐらいあると思いましたね。崖の上からこの草むらまで、あ、増えないか。 4,5 メートルぐらいはありそうだ。思い出す。ここで天地さんが僕を助けてくれたんだ。聞くでいいのかな。さっき声聞こえたんですよね、なんか。ああ、なんか崖、女の子いる。誰かの声がする。調べてみようか。ね、なんかおーいって聞こえる。小さい声だけど。移動する。崖の上。あそこまで行ってみよう。連絡もしないでどこに行ってたの。すごいアングルこれ。あ、これこれ B 押せばこれ消せるんですね、この。すごいなこれ。僕を心配。じゃあ君は僕の知り合いなんですか。え、何言っているの。冗談のつもりなら怒るわよ。すごい声が可愛い。聞く名前。君の名前は。何をふざけてるのよ。あなたと同じ探偵事務所の立花歩美じゃないの。あなたと同じっていうことはこの主人公は探偵事務所にいたんでしょうね。歩美さん。ダメだ、思い出せない。思い出せない。思い出せないってどういうことなの。それが。え、記憶喪失ですって。聞く。あ、もう聞くが黄色くなってる。聞く、自分のこと。僕のことを知っているのなら。すごい崖。ちょっと待って、その前にあなたがどうして記憶を失ったのか教えて。詳しいことはわからないんです。気がついたら。ここからさっきの草むらへ落ちて気を失ったらしいですって。
もし反対側の海の方へ落ちてたら助からなかったわよ。あ、そうでしょうね。 4,5 メートルとはいえ結構高いですもんね。わかったわ。とにかく一緒に事務所まで来てちょうだい。いやー、すごい崖でもよくこんなとこね入り込めますよね。事務所、詳しい話はついてからにしましょう。さあ、これで事務所行くのかな。下、不動産会社なのかな。ね、志村不動産って書いてある。宇津木探偵事務所。本当に何も覚えていないのね。ともかく中に入りましょう。宇津木探偵事務所。ここは宇津木先生の事務所で私たちの仕事場よ。先生はしばらく出張中だから今はいないの。なんか宇津木先生の事務所で、で宇津木先生がいないと、宇津木先生がまあ探偵なんでしょうね。宇津木先生というのは誰なんだい。この探偵事務所のボスよ、所長。そしてあなたは先生の助手として活躍していたの。ああ、主人公助手なんだね。僕が、思い出さない。そう、聞く事務所。ここは宇津木先生の事務所で私たちの仕事場よ。先生はしばらく、さっきと同じか。宇津木のこと。あなたと先生が知り合ったのはあなたがまだ中学生ぐらいの頃の話だそうよ。離れ離れになった両親を探していたあなたはこの町で先生と知り合ったの。え、両親を探していた。詳しい事情は知らないけれど、そうなんですって。まだ見つかっていなくて今も探し続けているのよ。なるほど、お父さんお母さんが見つかってなくて今も探しているっていうことですね。あ、棚の上にあのラジカセ置いてあるじゃないですか、カセットテープと。時代設定やっぱり前なんですねこれ。昭和とか前になってるんでしょうね、時代設定が。聞く、中身の崖。どうしてあの崖来たんだい。そうですよね、なんであゆみちゃん来たんだろう。あなたがあそこで誰かに会うと言って電話してきたから連絡を待っていたんだけど。あ、なんか待ち合わせしてたんだ主人公。何の連絡もないし心配になって。僕が誰かに会う。なんだろうこれ。あなたがこれを置いてってくれたから場所の見当はついてたけどね。見る、調べる、どこ。よいしょ、メモ。明神村、綾代と書いてある。明神村、綾代。出かける直前にあなたが書いたものでしょ。あ、移動するってできてる。移動する。僕が書いたものならこれが記憶を取り戻す手がかりになるかもしれない。なんでしょうね。明神村へ行ってみよう。待って、名前ぐらい思い出さなきゃどうしようもないわよ。思い出してみて。これで思い出すで名前入力かな。システムデータ保存されるかチェックされますか。名字、え、これ5文字しか入れられないんだ。どうしよう。名前も急増にしよう。
この名前でいいですか？急増急増。はい。そう、これが僕の名前だ。絶対思い出してないですよね、これ記憶。あゆみちゃん、急増急増。明神村へ行ってくるよ。気をつけてね。さあ、怪しろ明神村、何なんでしょうね。ここが明神村かな。お、なんだこれ。怪しろの家にあだなす者あらば、我死後の世界よりよみがえいて、その者に災いをもとわら。もう噛んじゃった。肝心なとこで噛んだ。いやー、これよ、グラフィックと BGM がすごい美しい。もう鳥肌立ってますからね、僕。はい、まあ知らない体でやりますけどね。いやー、美しい。いやー、これは楽しいな。第1章、怪しろ家。さあ、どっから？駅。数時間後、僕は明神駅に降り立っていた。いや、これ見てください。伝言板があったり、車掌さんがあの切符、あのパチパチ。いや、これ今の人たち見ても、何してんのって話なんでしょうね。いや、大興奮だな、これ。僕が事故に遭った宇那神の崖は、この明神村と天地さんのマンションのある大里市のほぼ中間にあたる場所だった。なるほど。僕はここに来たことがあるんだろうか。呼ぶ駅員さん。お、来た。すみません。な、怖いな。は、何のご用ですか。いくつかお聞きしたいことがあるんですが、よろしいでしょうか。ええ、どうぞ。聞く。あ、いっぱいある。明神村聞こうか。ここはどの村なんですか。ご覧の通りの静かな村ですが、ここには古くからの飲酒や気味の悪い言い伝えが今でも語り継がれているんですよ。なるほど、ちょっと不気味な村なんでしょうね。詳しく知りたいのでしたら、村の人たちに話を聞いてみてください。なるほど、まだ聞いてみようか。聞く、気づいたこと。いきなりそう言われましても。まあそうですよね。聞く、怪しろ。怪しろという言葉に聞き覚えはありませんか。怪しろですか。怪しろ家のことでしょう。ああ、有名なんだ。あそこに見えるあの明神山のふもとの大きな屋敷です。ああ、確かに大きな屋敷だ。でかいですよね。聞く、怪しろ家。怪しろ家というのは、戦国時代はこの辺りの領主だったそうですが、今は日本有数の資産家として有名です。なるほどね。僕はあの家を訪れていたのか。聞く、怪しろ家。怪しろ家は戦国時代この辺りの領主だったそうですが、思い出す。僕はここに来たことがあるんだろうか。調べる。そこ調べてみようか。大きな屋敷。ここからでも建物がよく見える。駅員さん。真面目そうな駅員だ。気づいたこと。いきなりそう言われましても。聞く。
明神村。村の言い伝えについて詳しく知りたいのでした。あ、これさっきと同じですね。真面目そうな駅員だ。ね、ちょっと怖いんですけど。浜地さんのことって聞いたなんか。さて、どなたでしょうか。まあ知らないよね。あとこれ全部聞きましたっけ、自分のこと。そういえばあなたはこの村に来られたことがありましたね。あ、見たことあんだ。え、あ、移動するか増えてる。移動する。あ、しろけ、ありがとうございました。いえいえ、お気をつけて。なるほど、駅員さん見たことあるんだね、僕のこと。怪しろけ、うわ、これは大きいや。怪しろけ、メモにあった怪しろというのはここのことで間違いないだろう。ここが怪しろけか、うん、とにかく話を聞いてみよう。お、入った入った。うわ、なんか怖いな。ごめんください。はい、執事。この家の執事だろうか。門構えにふさわしいきっちりした身なりの人だ。うん。どこへ行っておられたのですか。心配しておりましたよ。いや、知ってんだって。サマだって。え、とにかくどうぞこちらへ。こちらへ。あ、知ってるんだこの執事さん、僕のこと。この人僕を知ってるみたいだけど。ねえ、それで何か分かったことはございましたでしょうか。すみません、あなたは僕のことをご存知なんですか。え、うん、実は僕、記憶喪失では、依頼した調査の内容や私の名前まで忘れてしまわれたのですか。なんか執事さんが僕に依頼してくれてたんですね、調査を。引く、執事の依頼。よくお聞きください。私の依頼を受けたあなた様は、調査内容を聞くために先日この屋敷へいらっしゃいました。なるほど。その調査内容というのは、先日亡くなりました当家の主、怪しろ菊様についてでございます。先日亡くなったってことは、まあ、亡くなったばっかりの、まあ怪しろ家の主の菊さんですね。思い出してくださいませ。お医者様は心不全と診断されましたが、私にはただの病死とは思えないのです。なるほど、ちょっと事件の匂いがプンプンしますね。つまり菊さんは何者かによって。それを調査していただこうとこの屋敷へお呼びしたのです。なるほど。それなのにこんなことになろうとは。ちょうどここまでお話しさせていただいたとき、あなた様にどなた様からかお電話がかかってまいりました。その電話の後、重要な情報が手に入るかもしれないとおっしゃって、この屋敷を出て行かれたではありませんか。それで崖向かったんですかね。聞くのこと。菊様は怪しろ商事の会長でしたが、78歳とご高齢の上、心臓が弱っておられたのです。あ、なるほどね。まあ商社の会長だったと。そこで遺言書を作成されたのですが、遺言公開の直後にご自分の寝室で亡くなられてしまったのです。いや、妙ですね。遺言公開直後ですもんね。ここまでお話ししてもまだ思い出していただけませんか。あ、
思い出す、思い出すやってみよう。そうだ、確かにここで依頼を受けた。思い出したぞ。あ、ちょっと思い出してる。あなたは善蔵さんでしたね。善蔵さん、急蔵と善蔵ですね。思い出していただけましたか。思い切ってお話してよかった。説明、重要な情報は自動的に調査メモに記録されます。メモ画面を見たいときはゲーム中に、この十字ボタンプラスボタンを押すとメニュー画面が表示されます。あ、表示される。こういうことか。設定を変更するってなんだろう。あ、こんなのあるんだ。すごい。なんだこれ、レトロ、レトロってやってみましょうか。あ、そういうこと。ちょっと普通にしましょうね、見づらいから。なるほどね。表示速度速いにしておこう。で、メニュー画面の手帳を見る選んでボタンを押すことで調査メモを見ることができます。調査メモは B ボタンを押すことでメニュー画面に戻ります。なるほど。あ、登録されました。なんだろう、手帳を見る。あ、こういうことね。怪しを聞く。わあ、なんか怖いな。なるほどね。善蔵さん、あ、善蔵さんって76歳なんだ。結構ご高齢ですね。宇津木先生、宇津木先生ちょっと怪しいな。うん、まあまあちょっとね。で、見てないものはこういう黄色になるんですね。あゆみちゃん、あゆみちゃん17歳。で、天地さんね、いい人そう。天地さんね、38歳。で、怪しろっけ駅員、駅員犯人だったらね、ちょっと面白いなね。でも謎めいてますもんね、年齢もわかんないし。で、自分、急増急増、すげえイケメンだな本当に。さて、あれ、まだあんの。あ、ページがめくれるんだ。なるほど。まあちょっとこれはね、飛ばします。よいしょと。聞く、遺言書。聞くさんの遺言書はどんな内容だったんです。遺言公開にはご親戚の方々が立ち会われただけで、私にはちょっと分かりかねます。内容わかんないんだ。聞かないとね。親戚、立ち会われた親戚というのはどなたですか。うん、気になる。菊様の甥の綾代幹事様と次郎様、うん、それに姪の春日あずさ様の三人様です。なるほど、三人しかいないんだ。ん、子供や孫ではなく甥と姪なのか。聞く、気づいたこと。さあ、別にこれといって。なるほど、自分のこと。宇津木探偵事務所の方でしょう。まあ変わりないか。聞く、遺言書。遺言公開には菊様のご親戚のみが立ち会う。親戚、親戚の方々について。幹事様は三人兄弟の長男で、綾代商事の社長をなさっています。長男が社長。ご兄弟で一番末の次郎様は綾代商事の専務をなさっています、うん、まあ、あるあるですよね、これはね。春日家へ嫁がれた梓様はご兄弟の2番目に当たられます。うん、なるほど。親戚、皆さんはここに住んでいるんですか。皆様その日のためにお集まりになられたので、ここに住んでおられるわけではございません。寂しいですね、大きい屋敷なのに。ただ梓様だけはしばらくこちらにご滞在されるそうです。あ、あずささんじゃいるんだ、ここに。今はどちらかへお出かけのようでいらっしゃいませんが。ああ、そっか。思い出したぞ、確かにここで依頼を受けた。
僕はやっぱりこの屋敷を訪れていたんだ。なるほど。聞く親戚、皆さんからお話を伺いたいのですが。ただいま皆様はこちらにはいらっしゃいません。後ほどご紹介いたします。そっか。はい、お願いします。手がかりはあるか分かりませんが、皆様とお話になる前に菊様が亡くなられた寝室をご覧になりませんか。そんな見せてくれんだ。そうですね、ではお願いします。移動する菊さんの寝室ご案内いたします。どうぞ。いやーな、緊張するな。こちらが菊様の寝室です。菊様はこの寝室の布団の上で亡くなっておられました。なるほど。見る善蔵さんにもっと話を聞いてからに。あ、置かれちゃった。聞く寝熊田先生は心不全に間違いないとおっしゃいましたが。熊田先生って誰だろう。熊田先生、熊田のこと。熊田先生というのはどなたですか。ね、ちょっと怪しいな。菊様のかかりつけの先生で、この村でただ一人のお医者様です。熊田医院という病院を経営しておられます。ちょっと怪しいな、熊田先生。呼ぶ熊田。いや、ここにいるわけがないだろう。なんで選ばしちゃったのこれ。熊田。菊様のかかりつけの先生で、さっきと一緒か。熊田医院という。聞く、怪しろけ。この屋敷には他にも住んでいる人がいるんですか。屋敷には私の他に茜というお手伝いがおります。あ、まあ、この家のお世話しているのが、まあ、善蔵さんと茜さんと。菊様が亡くなっておられることに最初に気づいたのは茜です。茜さん怪しいな。第一発見者か。ぜひ茜さんにもお話を伺いたいのですが。今はあいにくと出かけておりますが。まあ、みんな出かけてる。間もなく戻ると思います。怪しいな。善蔵さんから聞ける話はこれくらいだろうか。となると、一度熊田先生に会っていただけませんか。ええ、そうしてみます。熊田先生ね、この部屋調べらんないのかな。ああ、もうこれになってる。呼ぶ茜。今はあいにくと出かけており。聞く、茜のこと。菊様のご遺体を発見したのは茜です。調べらんないのかな。まあ、調べてもしょうがないか。本、この本だけ放り出されている。まあ、でもなんかそんなに怪しいとこないかな。写真、古そうなモノクロの写真。掛け軸、山が描かれた掛け軸だ。まあなんかあんまりなんか調べるとこなさそうですね。移動しようか。熊田委員。善蔵さん、熊田委員の場所を教えてください。わかりました。で、これで熊田院に行くと。ああ、町医者。熊田院はここだな。かなり年季の入った病院だ。こんにちは。すごい可愛らしい受付のお姉さん。はい、今日はどうされました。すみません、僕は患者ではなくて熊田先生にお会いしたいのですが。お、もしやお前さんが探偵か。君、こちらの探偵さんのことはわしに任せておけ。なんか顔なじみというか知ってるんですかね。熊田先生。では改めて
わしが熊田じゃ。よろしく。熊田じゃ。よろしくお願いします。善蔵さんから依頼を受けました。探偵事務所の者です。久蔵です。まあいろいろ聞かないとね。菊さん、念のためにお聞きしますが、菊さんの死因は心不全で間違いありませんか？心不全じゃとはいうものの、こんな急に亡くなられるほど悪かったわけでもないんじゃが、まあ時が時じゃから執事が不自然と思う気持ちもわからんではないがの。なるほど、心不全は間違いないのかね。遺言書とか聞けんのかな。遺言書について何かご存知ですか？いや、わしは菊さんの単なる主治医じゃからな。しかし何ともな、遺言を公開した晩に亡くなられたとはの。そうなんですよね。綾代家、綾代家の執事から連絡をもらったるぞ。聞きたいことがあるそうじゃな。気づいたこと。善蔵から何を聞いたか知らんが、やつの取り越し苦労じゃよ。菊さんはただの病死じゃ。病死かね。まあそれでもちゃんちゃんだったらいいんですけど。菊さんの死因は心不全じゃ。取る熊田やめておこう。取る何これなんだろうね。シャウカステンって何ですか？これは撮れそうにない。レントゲン写真。これは撮れそうにない。地図。これは撮れそうにない。こらこら、わし、なんかあんまりこれ変わんなそうだな。呼ぶってなんだろう。呼ぶ看護婦さん。忙しそうだしやめ。見る。どこ？レントゲン。うわっ、骸骨。妙な言い方をするやつじゃの。思い出す。ああ、綾代家といえば春日あずさが喉を痛めて今ここに来とるぞ。あら、あずささんいるんだ。あずささん。呼ぶ。あずさ。春日あずささんとお話しさせてもらえませんか？わしに断ることはないぞ。本人がいいなら構わんじゃろ。あずささん。お。私が春日あずさだけど。怖い怖い。僕は宇津木探偵事務所の者です。ちょっとお尋ねしたいのですが。ああ。あなたが善蔵が雇ったっていう探偵さんなのね。ちょっとごめんなさいね。手帳を見る。春日あずささん40歳。いや40歳なんかずいぶん老けて書かれてますけど、僕の年下なんだこれ。まあいいか。聞く。綾代家。最近綾代家の周辺で何か不審な出来事や気になることはありませんでしたか？さあ、私は村に住んでいるわけじゃないから知らないわ。兄さんや次郎も遺言を聞きにここまで来たのよ。遺言公開の晩、私たち兄弟3人はみんな屋敷に泊まったわ。屋敷いたんだ。こんなことはめったにないことだけど。それじゃあ菊さんの亡くなられた夜、皆さん屋敷にいらっしゃったんですね。何よ、私たちが何かやったとでも。怪しいな。冗談はよしてよね。聞く。おば様、綾代家の主で綾代商事の会長でも今ではお墓の中。確かにタイミングが良すぎたかもね。遺言公開の晩に突然亡くなったんだから。
タイミング良すぎるんですよね。なるほど、遺言書内容気になるもんね。遺言書の内容についてお聞きしたいのですが。遺言の内容を話せですって？そんな面倒なことごめんだわ。兄さんたちにでも聞けばいいでしょ。そっか。じゃあその幹事さんと二郎さんと会わないといけないっすね。喉が痛いんだからあまり喋らせないでよ。探偵だかなんだか知らないけど、いちいち付き合ってられないわ。すごいド S この人。あずさは喉を痛めておるんじゃ。それほどひどくはないが、念のため長話はせんようにな。そっかそっか。そうそう、菊さんは近くの神楽寺に埋葬されたんじゃ。神楽寺、ありがとうございます。寺、ここも行かないとね。移動する。神楽寺。熊田先生、あずささん、ご協力ありがとう。ああ、スキップしちゃった。あれ、なんかスキップしちゃったよ、今。神楽寺の墓地。神楽寺はここか。見る。これが、菊さんの墓かな？ああ、近づいてる。時の墓だ。おこら、墓にいたずらしちゃいかん。びっくりびっくり。すいません、いたずらしてたわけじゃないんです。おや、あんた村のもんじゃないな。わかるんだ。伝説を確かめに来よったバカ者ではなかったか。いきなり怒鳴りつけてすまんかったの。なんかいろいろ来てるんですね、伝説を確かめに。伝説？わしはここ神楽寺の住職で源信という。源信、はじめまして。僕は宇津木探偵事務所の者です。何、探偵？探偵がこんな村に何をしに来なさった？実は。そうか、綾代家の執事にか。疑いたくなる気持ちはわかるが、杞憂じゃな。キクさんは病死じゃと医者も太鼓判を押しとったからの。ねえ、心不全ね。そうなのかもしれませんが、少しお話を伺ってもいいですか。伝説が気になるな。まあよかろう。聞く。伝説。伝説というのは何なのですか。村人の間で古くから語り継がれている気味の悪い話なんじゃ。何でしょう。綾代の主が無念の死を遂げた時、主は墓の中からよみがえり、恨みに思う人間を殺すと言われておるのじゃ。それというのも、この村では未だに遺体を土葬にしておるからじゃろう。なるほど。では菊さんの遺体もそのまま。もちろんそのままここに埋まっとる。さらに綾代家にはの、この伝説の元になったらしい戦国時代からの言い伝えもあるのじゃぞ。なになに。いや、これ以上はよそ者に話すようなことではないな。気になる。気になりますね。伝説。綾代家にまつわる言い伝え、ぜひ聞かせてください。知りたいですよ。おお。そこまで言うなら話すとするかの。戦国時代の綾代家はこの辺りの領主じゃった。明神山ってある。ある時戦に敗れての、かろうじて生き延びた者たちは明神山の砦に立てこもった。それで敵方の領主は見せしめに綾代の先祖代々の墓を掘り返したんじゃ。いやー、これすごいね。
やがて最後の決戦となったが、早城の領主は殺された、うん、内首になってる。呪いの言葉を残してな。戦が終わり、敵の殿様が村を訪れたが、間もなく謎の死を遂げたのじゃ。まあ、あの敵の殿様が来て謎の死と。ある者は綾城の呪いで狂ったといい、またある者は墓から蘇った綾城の領主が首をはねたとも言う。いやーすごいね。それが今でもこの村に語り継がれ伝説となったのじゃ。なるほどね、これが伝説か。あくまで言い伝えじゃ。キクさんは安らかに眠っとる、それは間違いない。これ怖いね、伝説だと。これキクさんがね、いろいろこう恨みにもらっ恨みに、恨みにを、なんだこれ、わかんねえな。キクさんが恨み、キクさんが恨んでる人を、まあ、殺すんじゃないかってことですよね、これだと。そっか、怖いね。伝説、まだ聞けんのかな。よみがえりはあくまで言い伝えじゃ。まあね、伝説ということで。キクさん、キクさんの遺体に何か不審なことは感じませんでしたか。別になかったの。そろそろいいかの。本当に信じてんなのかな。このくらいじゃ。はい、貴重なお話をありがとうございました。もうこれで終わりかな、移動。まあいいか。明神駅綾城家、茜さんって戻ってんのかな。出かけてるって言ってましたよね。では失礼します、またお話を聞かせてください。お帰りなさいませ。気づいたこと、前にお話したことぐ変わんないか。伝説、村人が何か噂しているようです。親戚、ただいま皆様。遺言書、私にはちょっとダメかな。ちょっと駅行きますね。なんか誰かいる。さて、とりあえず駅まで来たくる。あたりの人。一体何の用だ。怪しいな、この人も。伝説。この村の伝説なの。待った。あんた、あんまり嗅ぎ回らねえ方がいいだよ。キクさんが蘇って来られるかもしれねえだで。綾城家について何かご存知ですか。この村に住んどれば嫌でも耳に入ってくるで。なるほど。昔からあまりいい話は聞かんがねえ。そうなんだ。もう亡くなったが、キクさんの旦那は昔かなり悪どいことをやっていたそうだで。悪どいこと。恨みに思っている人も少なくねえだろう。自殺した家族の話を聞いたことがあるだよ。自殺した家族。キクさんは殺されたにちげえねえだ。今にきっとよみがえってきなさるで、あんたも気をつけなさりや。なんでしょうね、なんかいろいろ不可解なことが多いな。綾城家については昔から恨みに思っている人。ないか。伝説。あんた。ああ、さっきと変わんない。駅員さんに聞くか。すみません。あ、なんの。聞く、伝説。もちろん知っていますよ。恐ろしい言い伝え。もちろん知っています。ああ、変わんないや。綾城家、場所はもう教えて。最近
何か気になったことはありませんか？いえ、でもどうしてそんなことを聞くんです？もしかしてキクさんについて調べてるんですか？そうなんですよ、調べてるんですよ。え、キクさんが殺されたって本当ですか？村の人たちはそう言ってますけど。ただの噂ですよ。キクさんが殺されたって本当？変わんないか。思い出す。あ、そうそう、怪しろ家のお手伝いから話を聞かなきゃ。確かどこかに出かけていたのなら。なるほど。聞く。アカネのこと駅員さん知ってんのかな。ここに集まっている人たちに絡まれて伝説がどうのって言われて困っていたようでしたね。知ってるんだ。あの人たち怪しろ家についていろいろと噂してるんですよ。君の悪いことまで。ここに集まっている人たち。あ、変わんないか。思い出す。ダメか。呼ぶあたりの人。なんか知ってそうですけどね、この人もね。聞く。茜のこと知ってるのかな。怪しろ家のお手伝いに何かおっしゃったんですか？わしらはあの子を心配しておるだけじゃ。明るい性格じゃったのに、キクさんが亡くなられてからはすっかり沈み込んでしまったようじゃからの。ああ、そうなんだ。恐ろしい目に遭う前にあの屋敷を出た方があの子のためじゃ。なんか危ないのかな。そっか、あかねさんも何かね、何か会うかもしんないもんね。ここなんか伝言板書いたんだよな。何か書かれているけど忘れてしまっていて読めないや。もうダメか。思い出す。ダメ。聞く。お金のこと。明るい性格じゃったのに。変わんないか。あんた、大体一通りも聞きましたよね。キクさんは殺されたに違えねえだ。怪しろ家については恨みに思っている人も。駅員さんにチェンジ。すみません。あ、な、変わんないか。怪しろ家のお手伝いならさっきここを通って怪しろ家の方へ行きましたよ。あ、もう行ったんだ。あ、これでフラグが立ちましたね。移動する。で、怪しろ家と。これで茜さんに会えるんだ。あ、お帰りなさいませ。茜が戻ってまいりましたよ。茜さん、え、どうしたらいいんだろう。聞く。茜のことで呼んでくれるかな。茜でしたら菊様の寝室にいるはずです。行かないと、行かないと。菊さんの寝室と。ではこちらへ。こちらが茜です。お手伝いの茜です。また可愛らしい子。はじめまして、宇津木探偵事務所の者です。よろしくお願いします。急増です。はい。おとなしい子ですね。私などがお役に立てるかどうか。キクのこと。辛いでしょうけど、亡くなっているキクさんを発見された時のことを話していただけますか？はい。あの日奥様がなかなか起きていらっしゃらないので、ご様子を見にここへ来たんです。なるほど。その時はすでにもうそこで亡くなられたのかな。遺言書の公開の日、お休みになられて間もなく発作を起こされたらしいと熊田先生がおっしゃっていました。私さえ気をつけていれば。まあでも茜さんも怪しいっちゃ怪しいのか。茜さんが責任を感じることではないと思います。でも
コナン的にはね、結構犯人になりがちなね、あの立ち位置ですよね、この茜さんの立ち位置って。私さえ気をつけていれば。責任に感じてらっしゃるんでしょうね。ご存知の通り、このお屋敷の執事をなさっています。気づいたこと。そういえば遺言公開の日、皆様今の方へ集まってらっしゃる時に庭でアキラ様を見ました。アキラ？誰？アキラ様？声をかけようとすると、あ、なんか悪そう。驚いてどこかへ行ってしまわれたのです。どうされたのかしら。なんかヤンキーみたいじゃないですか。善蔵さんはこの屋敷には、幹事さん、次郎さん、あずささん、善蔵さん、それにお手伝いの茜さんしかいないと言っていたはずだ。アキラ様、アキラのこと。アキラさんというのは誰なんですか？幹事様の息子さんです。時々このお部屋に出入りされていました。なるほどね。アキラ様は幹事様。変わんないか。遺言公開の日。変わんないか。善蔵のこと。ご存知の通り、私さえ、一通り聞いた感じですかね。遺言書の公開が終わった後。変わんない。呼ぶ？善蔵。はい、どういったご用でしょうか？聞く。アキラ。アキラさんも来ていたんですか？アキラ様があの日ここへですか？私は存じませんでしたが。あ、知らないんだ。電話電話。おや、電話がかかってまいりましたので。これなんだろうね。なんだろう、ハテナだって。おや、シミ？畳が焦げているぞ。あ、焦げなんだ。お話の途中に失礼いたしました。お電話はあゆみ様からでした。あゆみちゃん、一度事務所の方へお戻りくださいとのことです。戻るか。あ、そうでしたか。ありがとうございます。いや、さっきの畳の焦げ気になりますね。焦げ跡？畳が焦げていますが、あれはどうしてそのままなんですか？え？焦げている？あ、知らないんだ。はて、いつできたのでしょうか。今まで気づきませんでしたが。何の焦げだろう。そうですか。はて、あのような焦げ跡がい？あかねちゃん知ってんのかな。何かご用でしょうか。ね、さっきなんかびっくりしてましたもんね。焦げ跡。怪しい。あかねさん、どうしたんだ。ひどく怯えているようだけど。なんだろうな、なんか知ってるんだ。あ、もう聞けないんだ。移動するにフラグが立ってる。ああ、そうか。調べられそうなのはこのくらいか。あゆみちゃんが待っているだろうし、事務所に向かおう。善蔵さん、今日のところはこれで失礼します。さようでございますか。私めの取り越し苦労やもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。まあちょっとね、まだ真相が分かってないですもんね。焦げ跡も気になるしな。おかえりなさい。どう、明神村で何か分かった？それが知りたくて電話したの。なるほど。なんだ、そんなことか。なんだとは失礼ね。
一度行方不明になったんだから心配して当然でしょ。そうだね。ごめん、ありがとう。それでどうなの？ここまで分かったことを整理して推理してみたいんだ。手伝ってくれるかな？ええ、もちろんよ。推理する。僕が依頼されていたのは綾代商事の会長綾代菊の死についての調査だった。心不全ですもんね。その途中であなたは事故に遭って記憶を失ったのね。依頼人は菊の突然の死に疑問を持った綾代家の執事だ。菊は遺言公開の当日に死亡したという。となると確かに執事が不審に思うのもうなずける。怪しいですもんね、心不全とはいえ。遺言公開には菊の甥と姪にあたる綾代幹事と次郎、そして春日梓が立ち会ったらしい。幹事の息子綾代明という男が公開の当日に屋敷に来ていたらしいが、偶然なんだろうか。ね、善蔵さん知らなかったですもんね。こそこそしていたっぽいし。今のところ菊の死因は心不全以外に考えられないようだけど。確かに菊の死には不自然なものを感じるわね。遺言書には菊が残す遺産や権利の相続について書かれていたんだろうね、きっと。内容 ね、早くちょっと知りたいな。綾代商事のことを調べる必要がありそうね。それは私が引き受けるわ。だからあなたは綾代家に行ってもっと詳しく調査してきてね。まだ調査するのか。やっぱ焦げ跡が聞いたのかな。ありがとう、エミちゃん。失った記憶は完全じゃないけど頑張らなきゃね。でも記憶もね、もう遅いから。これ戻ったらだいぶ事件は進むのかな。明日にしましょう。今日はいろいろありすぎてさすがにクタクタだ。ゆっくり休んで明日に備えよう。おはよう。私は早速綾代商事の調査を始めるわ。頼むよ。僕はすぐに明神村に向かう。また綾代家をね、捜索しないと。それにアキラという人物、調べなきゃならないことがたくさんだ。ちょっとね、まだ謎が多いですよね。綾代家の人々にアキラや遺言書について聞いてみることにするよ。気をつけてね。間違ってもまた崖から落ちたりしないでよ。何この耳を出すポーズは。おや、おはようございます。噂で聞きましたよ。あなた探偵なんでしょ。菊さんについて調べてるんですか。そうなんです、調べてるんですよ。まあやっぱり菊さん殺されたんでしょうか。ねえ、これね、わかんないですよね。はい、ちょうどですね、1章も終わりまして、2章遺言ということでスタートするんですが、ちょっと時間もね、1時間ぐらい経ってしまいましたので、ここで一旦操作をやめたいと思います。はい、ということでですね、また続き、やっていきたいと思います。はい、ということでですね、今回はちょっと長くなりましたが、以上とさせていただければと思います。最後までご視聴いただきまして、本当にどうもありがとうございました。また続きをお待ちください。さようなら。